はいどうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回はバランス調整がついに来たということで見ていこうかなと思うんですが、今回は、皆さんもなんとなく察してはいると思うんですが、こちら占いレックデッキ、これがねナーフされたってことで見ていこうかなと思うんですが、みんな見てこれ勝率 66.2%、 やばすぎでしょ。何これ前代未聞なんじゃないのこれ。レックストレネコとかよりも高いんじゃないかわかんない。その時がどんくらいだったか覚えてないけど、相当やばいんじゃないかなって思うんですが、今回はマージインプ、風神の舞、そしてヘルバトラが下方修正されたということなんですが、まずマージインプ、3コス34だったのが3コス33になったってことで、これに関してはね、正直あんま変わらないんじゃないかなと思うんですよね。サイコロンの HP が減った時みたいな感覚だと思うんですが、確かに弱くはなった。それは認めるけど、正直マージインプの効果自体が強いことに変わりがないんで、あんまり変わらないんじゃないかなと思います。結局、自分のデッキと手札と場の熟練度プラス1っていうのが強すぎぶっ壊れなんで、これがちょっとね、なくならない限りは、あんまり変わらないんじゃないかなと思います。そうだね。3コス3用の標準スタッツで持ってたのがもう頭おかしすぎたんで、それに比べたらって感じだけど、それでもやっぱりちょっと強いんじゃないかなと思います。そして続いて、これが問題よ。風神の舞ということで、2コスの熟練度0、バンバンバンってことで、熟練度が7以上の場合ダメージプラス3だったのが3コストになり、そして熟練度8以上でダメージプラス2ってことで、最高火力は3コスで全体3点ダメージでカードを2枚引くってことで、正直これね、あんまり変わらない気がするんだよね。マージインプよりも変わらない気がして、なんでかっていうと、確かに相当な下方修正だというのは認めるんですが、3コスで3点ダメージ全体に与えるっていうのがめちゃめちゃ強いので、今までがね、100点満点中150点取っていたとしたら、これで110点くらいになったみたいなもんなんで、結局壊れてることには変わりないんじゃないかなと思います。前までがひどすぎて、結構優しく見えるけど、正直ね、グースミネアのだって全体4点ダメージなんだったみたいな感じになっちゃうんで、確かに1点減ったけど、熟練度8になったけど、熟練度1って確かにでかいけど、正直ね、ちょっと1だとあんま変わらない気がするんだよね。2変わったら結構でかいんだけど、1だとテンション1回上げたいだとか、あとレベル3の効果を1回使ったくらいで多分回復するっていうか、熟練度8もね、そこまで難しくはないんだよね、結構。1個だけをガンガン増やしていくタイプだったら、正直熟練度8って、そこそこ簡単にいけるんで、正直そんなに変わらないんじゃないかなと思います。前ほどのね、本当にこれ出したらもう全除去されちゃいますみたいな、そういうのではなくなったんで、かろうじてって感じではあるけど、正直これ1個だったらやっぱり無理なのかなと。で、もう1個ヘルバトラーってことで、これが、6コス66だったのが6コス65になって、熟練度がまた1上がって、ダメージが1減ったってことなんですが、これもまだまだ強い気がしてて、もう4コス65っていう時点で強いのに、さらに5点ダメージを与えることができるっていうのがもうぶっ壊れなんで、正直、ヘルバトラー単体だけだったら、正直まだ全然ありだったんだけど、やっぱ風神の舞があったりだとか、あと熟練度のサイコロンバージョン、あれがなんとかならない限りはどうしようもない気がするので、あれ結構強いよね。やっぱりリーサル手段としてはかなりいいので、あれがなくならない限りは正直どうしようもないんじゃないかなと思います。なのでそうだね、風神の舞もう1コスト上げるだとか、あとさっき言ったサイコロンのやつをちょっと威力減らすとか、そこら辺しないとちょっと厳しいのではないかなと思うので、正直そのぶっちぎりティア1みたいな、今みたいな状況にはならないと思うけど、でもティア1にはまだまだいるんじゃないかな。なので正直ティア1以下まで減らすにはまだまだ全然足りないですし、ティア1の中でも多分上の方にいる存在にはなってしまうのではないかなと思うので、正直もう1回下方修正が来る可能性も全然あり得るんじゃないかなと思っております。ってことで僕としてはもうちょっと欲しかったかなって感じかな。別に悪い修正というわけではないんだけど、特にヘルバトラー、風神の舞とかマージンパーちょっとね、これの効果自体を熟練度のね、自分のデッキと手札と場っていうのが、デッキがいらないんじゃないかなって思うので、これが減って、の今と同じスタッツとかだったらまだありだったと思うんだけど、HP 減らしただけだと微妙だと思うし、風神の舞はまだまだ強いし、ヘルバトラーも別に劣るってほどではないので、他の熟練度カードと合わせるのであれば全然使えるカードなんじゃないかなって思うので、いやちょっと微妙なんじゃないかなって思います。ってことで今回はここまで。バイバイ。